待っていたぞ。こちらへ参られよ。そなたには大変世話になった。この国の女王として礼を言う。もしこの者がいなかったらどうなっていたのか、お前は分かっているのか、オーディス。はい。こたびのこと、すべてお前の独りよがりな行動が招いたことだ。王家の言い伝えに背いてな。言葉もありません。ですが、僕には彼女を、セーリアを見捨てることができなかったのです。セーリア殿は封印の巫女となることを自ら受け入れたのだ。お前にそれを否定する権利はない。私はこの国に住む多くのウェディの民を救うために封印の巫女となりました。しかし王子はたった一人、私を救うためだけに刹那の歌を歌ってくださいました。そして女王、あなたがしたこともそれと同じことです。そうだ、わらわも同罪だ。息子の命と引き換えに多くの民の命を危険にさらすことを厭わなかったのだ。あなた方を責めることは誰にもできはしないでしょう。自分の命よりも大切な誰かを助けたいと願う気持ち、私の思いとあなた方の思いはどちらも等しいものなのですから。その言葉、救われる思いだ。この国は大きな危機から逃れました。ですが、王家の者の役目が終わったわけではありません。王は国を治め、それを子が継いでいく。そうやって永遠にこの国をより良い道へと導いていく責務があるのです。それならば案じることはない。我が王家にはこのオーディスがいる。母上、永遠の水の中で聞いた父上の言葉より、僕は母上の心を知りました。それを知らず、勝手なことばかりしていた僕を、どうかお許しください。僕は、この国の王になります。ですからこれからも、僕を鍛えてください。どんな困難にも決して負けないように。よく言った、オーディス。ならばこれからも厳しくいくとしよう。はい。ありがとう。君には本当に感謝している。母上、バサグランデを倒した勇士に我が国のキーエンブレムを授与することを王子として進言します。よかろう。こちらにバサグランデ討伐の退任を果たしたそなたに、ベリナード女王より銀のキーエンブレムを授けるものです。世話になった。己の未熟から君の力を正しく導けなかったことに恥じるばかりだ。僕からの礼として城下町にあるベリナード城駅を使えるように手配をしておいた。君の旅に役立つといいんだが、ただの王子の僕にはこんなことしかできなくて申し訳ない。だが僕は必ず王になってみせる。だから君も自分の目的を果たすため頑張って旅を続けてくれ。
旅の者よ、良いところに出てきたな。しばし待たれよ。今から女王ディオーレ様が恵みの歌をお歌いになられるところだ。旅の記念にぜひ聴いていくがよい。今日の恵みの歌はとっても優しい感じだったわね。オーディス王子様もにこやかに笑っておられたし、王家の方々に何かいいことでもあったのかしら。あ、そうよ、そうだわ。女王様の隣にいた若い女の人、もしかしてあれかも、王子様の恋人なのかも。ということは、あの女の人が次の女王候補ってことじゃない？これは楽しみね。